スカイミュージックレディオ特番スタジオライブ、こんばんは、ね、久々のスタジオライブでございます。今日も楽しくお届けしてまいります。火曜日のこの時間は中世やっておりますけど、今日はね、担当者さんお休みでございますので、今日はライブをお届けしたいなと思っております。はい、行きましょう。ファンキートネガです。どうぞよろしくお願いしますね。もう久々のスタジオライブで今日ね、のっけからテンション上がっておりますけども、今日も楽しくやってまいりましょう。インディーズアーティスト音楽情報番組スカイミュージックラディオスタジオライブは、次世代のジャパニーズミュージックシーンをリードする若手アーティストを支援する音楽情報番組の連動企画でお届けしているスタジオ生ライブコンテンツでございますというね、長いタイトルでございますけども、はい、そんなわけで今日もね、ぐっと盛り上がっていこうかなと思っております。はい、それではね、今日はあの近郊で活躍中のね、2組の素晴らしいアーティストさんをお迎えしておりますので、まずはご挨拶から行ってまいりましょう。それでは行きましょう。サラさんどうぞ。サラちゃん、こんばんは。カメラ目線でいいよ。カメラ、こんばんは。はい、かわいいね。頑張ってね。頑張ります。よろしく、よろしくお願いします。お願いします。そして高校生シンガー、ちょっともう時間巻き巻きだからね、9時までしか出らんないよ。はい、ゴー、尾崎里乃ちゃん。はい、よろしくお願いします。高校3年生です。はい、9時までしか出らんないからね。はい、頑張ります。怒られちゃうからね、頑張ろうね。はい、はいはい、というわけで、ね、今日はこの2組の、アーティストさんでね、お届けしていこうかなと思っておりますので、どうぞ最後までお付き合いの方よろしくお願いします。ファンキートネガも今日はね、ちょっと夏の装いで、今日は頑張りますので、よろしくお願いします。こうね、ちゃんとお、羽織ってるよ。スペシャルこれライブね、これね、スポンサーの作ってもらったね、やつでございますけども、はい、それでは今日も行くよ。あとね、今週僕生放送3回あります。今日、あさって、土曜日、頑張りますのでね、そちらの方もぜひよろしくお願いいたします。はい、この番組は千葉県千葉市のショッピングモール美浜ニューポットリゾートの提供でお送りいたします。梅雨時期ね、ちょっと大変ですけどもね、ジメジメして盛り上がっていきましょう。スタジオライブ、この後スタート。サラちゃん登場です。よろしくお願いします。失ってから気づくこともあるよね。今さら聞きたくないよ、ごめんねなんて。知らない方が幸せなこと、この世にどのくらいあるんだろう。悲しい景色見ないように、目を閉じたら聞こえてきた歌、変わらないものなんてないんだ。この街も
自分の気持ちにもう嘘つかないで、辛さ乗り越えて強くなって、本物の優しさ胸に秘めてるドリームジャーニー。
皆さんこんばんは、サラです。ありがとうございます。あと1分あるということで、サラはサラブレッドのサラです。今日歌った曲は1曲目はハローグッバイっていう曲で、2曲目が伝説のヒーローたちっていう曲で、どっちもオリジナルの曲になってます。2曲目の方は競馬の名馬たちをの名前とか競馬用語を使った感じで盛り上げたいっていう感じの曲なんですけど、1曲目の方は結構自分の心情だったりとか、そういう普通の歌とかも歌って作ったりしてます。本当に競馬というと、もうすぐ宝塚記念なんですけど、デュラメンテが凱旋門から帰ってきて、出てくるというのですごい楽しみなんですが、この後、女子高生の、本当に女子高生と一緒させていただけてすごく嬉しいんですけど、尾崎里乃ちゃんも聞いていってください。サラでした。サンデー、晴れ渡った日曜の空は、日が沈んでもまだ明るいでしょう。だるそうに前を歩く君の髪が似合わないオレンジ、少し猫背気味に歩くとこ、身長の話は不機嫌になるとこ、照れた時の話をそらす癖も全部全部含めて、誰といたってつまらないでしょう。それを幸せと感じるのはきっときっと君だけ。続けていきたいと思います。海岸通り、
して汽車は遠くは奥テトラポートに君の影が映った時世界が終わる日はこんな日がいいと思ったテトラポートに君の影が映って世界ございます。それでは最後の曲になります。一番思いが詰まった曲なので聴いてください。東京しいのは会えた時に倍嬉しいからセンチメンタルなセリフさえも君に送れる時間帯家までの道私だけを乗せて走る終電はこの大都市東京を塗ってるみたいだな東京メトロに揺られてゆらりゆらゆら君のこと東京メトロに揺られてゆらゆらゆらり考えるだとか食べたものや触れたもの私とは違う分かってるだからこそちゃんと教えてね月はいつ会えるだとかそんなの数字にしなくていいよ会いたい時会いに来てそしたら会いに行くから東京メトロに揺られてゆらりゆらゆら君のこと東京メトロに揺られてゆらゆらゆらり考えるこのまま連れて行ってこのまま連れて行って夜とネオンと君の街まで東京メトロに揺られてゆらりゆらゆら君のこと東京メトロに揺られてゆらゆらゆらり尾崎里乃と申します。私は、千葉県の柏市を中心にライブ活動をしていて、ラジオでこういう生放送みたいなのは初めてですごい緊張したんですけど楽しくやれてよかったです。ありがとうございます。はい、ツイッターもやってるのでぜひこの放送を見て気になってくれた方などおりましたら、尾崎里乃で検索すれば一番目に出てくると思うので、ぜひフォロー応援よろしくお願いします。はい。
はい、9時に間に合ってよかったです。よかったです。あと30秒。そうですね。次の告知、ライブ告知など、あ、もうそれもすべてツイッターに載ってるので、ツイッターを見てください。お願いします。ツイッターをお願いします。はい。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。スカイミュージックレディオスタジオライブいかがでしたでしょうか。今日もね、たっぷり、2組、10分ずつのね、ライブお届けしてまいりました。もうね、ロケから JRA の皆様ね、聞いていただけましたでしょうかね。よかったら CM ソングとか使っていただけるとね、嬉しいなと思います。サラさん頑張りました。どうもありがとう。そしてね、女子高生シーンが9時に間に合いましたね。この後怒られないで帰れると思いますね。尾崎龍乃さん、どうもありがとうございました。いろいろね、情報はスカイミュージックレディオのフェイスブックページの方に書いてありますので、そちらの方に飛んでいただけると、ツイッターとかね、後でちょっと記載追加しておきますので、そちらのチェックどうぞよろしくお願いいたします。この放送は、今夜の23時よりスマホアプリ限定ですが、再放送、お楽しみいただけますので、そちらの方もぜひチェックの方よろしくお願いいたします。感動をもう一度ということでね、よろしくお願いします。はい、それではね、今日ね頑張ってくれた、お二人入ってもらいましょう。それでは、サラちゃんどうぞ。さっきありがとうございました。はい、一言。いや本当に楽しかったです。楽しかった。トネガワさん、ファンキートネガワさん、いやいや、すごい、ミュージックラジオの皆さん、はい、ありがとうございました。はい、はい、JR ネムさんよろしくお願いしますね。はい、そして、女子高生シーンがね頑張ってくれました。尾崎里乃ちゃんどうぞ。はい、はい、ありがとうございます。最後アピール、ツイッターをフォローしてください。ツイッターあとでね、教えてね。はい、書いておきます。はい、よろしくお願いします。はい、頑張ってますんでね、応援の方よろしくお願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあちょっと後ろにみんな並んでいただいて、で僕最後のね告知をどうぞ、みんな映るようにちゃんとね。はい、僕ここで見ます。はい、というわけでスカイミュージックレディオ、次回の放送は、あさって、16日の木曜日になりますね。もう一回やります。もう一回スタジオライブ、鈴野陽さん、そして、アウトレットバンズ、2組でお届けしますので、そちらの方もどうぞよろしくお願いします。そして本家スカイミュージックレディオは今週土曜日6月18日、夜6時30分よりお届けいたしますのでね、こちらの方私ファンキーとねが、そしておなじみ山さん、そしてアリちゃん、3人でね頑張ります。よろしくお願いいたしますと言っておりますので、ちょっとね今週は生放送が多いんで、いろいろちょっと気づいてます。これ人生で初めて買ったマイマイク、今日頑張りましたね。いろいろありますけどもね、本当に今日どうもありがとうございましたね。ありがとうございます。またいろいろねやってますんで、ぜひ、遊びに来ていただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、というわけで今日もね最後までお付き合いどうもありがとうございました。スカイミュージックレディオ特番スペシャルライブ以上で終了です。どうもありがとう。さようなら、おやすみなさーい。